んにちは、ベビーチャンネルです。今回はプリパラアクセセレクションを紹介します。全7種類です。3回回してきました。まずはラインナップを見てみます。コーデのヘアアクセがそのままアクセになったよ。ドリームハートレース、ラーラブルーヘアアクセ、ロックスタイル、シオンパープルヘアアクセ、ドリームハートレース、ミレーレッドヘアアクセ、ロックスタイル、ドロシーイエローヘアアクセ、ドリームハートレース、ソフィーブラックヘアアクセ、ロックスタイル、レオナピンクヘアアクセ、チーキーリトルシグナルヘアアクセ、以上の7種類です。中に入っているカードはプリパラのゲーム機で使えます。今回はこれを狙って買ってきました。まずはこの紫から開けていきます。さあ何でしょうか。せーの、チーキーリトルシグナルヘアアクセでした。このカードは持っているやつでした。残念。こちらがチャームです。表がこんな感じで、裏がこんな感じです。本体もチェーンもプラスチックでできています。ゴールドのラメが結構綺麗に入っています。ハロウィンも近いのでこれから使えそうです。次開けてみます。さあ何が出るでしょうか。せーの、出た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 。まずこちらです。ドリームハートレース、ラーラブルーヘアアクセです。レベルが25で450いいねで、ツインクルリボンです。あとアクセでコーデが揃う状態だったのでとても嬉しいです。チャームの方は表がこんな感じで、裏がこんな感じです。こちらも同じくプラスチックでできています。さっきのと比べるとだいぶ可愛い感じになっています。では最後です。開けます。さあ何でしょうか。せーの、お、ドリームハートレース、ソフィーブラックヘアアクセでした。レベル25で450いいねで、クールのフォリックトリックです。さっきのと色違いです。チャームも色違いです。裏はこんな感じです。1回200円です。以上、プリパラアクセセレクションの紹介でした。バイバーイ、また見てねー。